そうね。ええ。そうだよね。そうね。そうだな。そうね。よし。お話聞いてもらえなかったらどうしよう。力づくは嫌だけど、でも。敵が多かったらお話なんてできないよ。えい、みんな倒しちゃえ。真意を聞かせてくれ。本気でタマキを、妹を撃つつもりなのか。それと魔物というのは何。答える必要はない。前に。次は負けぬ。うまくいったみたい。わあ、すごいです。真似してみたいな。横島の存在を口に出すの、巻き込まれたくなければな。横島な存在、魔物のことか。承知した。来たぞ。俺の出番だ。身の程知らずだ。いざ参る。うまくいったみたい。華麗な戦いぶりだね。あとは任せてもいいかい。化け物が来るとは。騒ぎすぎたか。俺としたことが。貴様たちのことをシキに伝えておこう。化け物が現れたのはここか。討伐を開始する。あの人、化け物退治をするみたいだよ。お手伝いすれば話を聞いてくれるかも。そうね。でも化け物の仲間と思われたらよろしくない。あの人より先に化け物を倒さないと。そうすれば疑われることもないはず。獣たちを倒してくれたのか。礼を言え。すみません、ちょっとお話がしたいんですけど。観光令が敷かれているんだ。すまない。
お味方がことごとく退けられたようです。アヤネ殿、油断されぬよう。分かってるわ。二人で連携を取りながら攻めましょう。うまくいったみたい。大将らしき二人が出てきたな。戦意を削ぐため二手に分かれて同時に撃破しよう。私たちの知らない真実がきっとある。それを探らなければ絶対に。魔物って私が知ってるのとは違うのかな。みんな魔物って言葉を避けてるような。やるな、眩しいじゃないか。おい、一旦引かせてもらう。アヤネ殿、少しの間時を稼いでいただきたい。うまくいったみたい。魔物の正体とやらが分かれば、タマキとシキも戦わずに済むのだろうか。立ちふさがる者は倒すだけ。まだやられるわけには。もういいのだ、よく戦ってくれた。ハヤブサ殿から報告を受けた。あなたたちの話を聞こう。頼む。ああ。そうね。ああ。そうだな。ええ。まさか、シキにつくとはな。
本気ですか？そうだよ、プラフタ。あなたたちの元へはもう戻らない。これが私たちの選んだ道だ。